キンプリ、二人体制の、アイチャイ版、初披露予告。一部ファンが拒否反応を示すわけ。5月23日から、長瀬角と高橋海人による二人体制となったキングプリンス、以下、キンプリが、8月14日放送の音楽番組、CDTV ライブ、ライブ、真夏の4時間半スペシャル、t b s 系以下、CDTV ライブ、に出演する、自身のヒット曲。 アイチャイバンを披露することが予告され、ネット上で物議を醸しているようだ。キンプリが同番組で披露する楽曲は、二人体制初のシングル曲、何者と、今月16日に発売を控えるアルバム、ピースのリード曲、マイラブソング、そして昨年6月リリースのアルバム収録曲、アイチャイバンの3曲だという。アイチャイバンは、ラッパーの KREVA が作詞、作曲を手掛けたアーテイストのサウンドと、 世界的ダンサー RIHATA が振り付けした激しいダンスパフォーマンスが話題となり、昨年にはタイクトークで大バズり。今回の CDTV ライブには KREVA も出演するため、キンプリファンからはコラボしてほしいと期待する声も上がっています。芸能記者、長瀬角5人時代の曲はこのタイミングでやらなかったら逆にやりづらくなる。なお、7月2日に開催されたファンミーティングで、 キンプリは、ラビン、ユー、恋、ワずらいといった5人時代の楽曲を披露。このイベント後の取材会で、長瀬は5人時代の楽曲について、このタイミングでやらなかったら逆にやりづらくなる、いつかは上書きをしないといけないと語り、5人のキングプリンスが歩んできた歴史も背負いながら活動していくと決意表明していた。アイチャイ版を2人体制で披露するのは、CDTV ライブが初めて、ネット上では、 アイチャイバンはキンプリの宝物みたいな曲。封印せず、歌い継いでくれる決断をしてくれて嬉しい。と好意的な声が目立つ一方で、平野、紫輝くんのいないアイチャイバンなんて最低。一番歌ってほしくないと拒否反応を示すファンも少なくありません。どうキンプリ、エムステの、彩りに、音痴と酷評も。一部のファンが難色を示すのは、アイチャイバンに、平野の曲というイメージが定着しているためだろう。 というのも、同曲が収録されたアルバム、メイドインのプロモーションで、平野は、僕が KREVA さんのことが大好きで、今回の目指す楽曲イメージにぴったりだと思ったので、みんなに相談して、それが叶いましたと楽曲誕生の経緯を語っていたのだ。一方、アイチャイバンに限らず、5人時代の楽曲を2人で披露することについて、パワーダウンしたパフォーマンスを見るのは辛い、と悲痛の声を上げるファンも少なくない。 キンプリは今月4日放送のミュージックステーションテレビ朝日系に出演した際、5人時代の楽曲、彩りを生歌で披露。多くのファンを喜ばせた一方で、歌唱力の高い岸優太、平野が抜けてしまったせいもあってか、視聴者から、音痴だねとの指摘が続出してしまったんです。ダンススキルに定評のある高橋が残っているとはいえ、やはり5人用に制作された楽曲を2人で披露するのは、 どうしても寂しい印象が漂ってしまう。五人時代と比べられることを分かりながら披露する長瀬と高橋は精神的に辛いでしょうね。どう現在、五人時代の楽曲を積極的にテレビで披露しているキンプリ。二人での、アイチャイ版は視聴者を魅了できるだろうか